かわいい、いい感じ、なんか昭和の感じで、ね、昭和の感じで、ね、では始めます。はい、黙ります。黙らなくても。今は妹がうちに遊びに来てて、質問を返しをします。この間インスタのストーリーで募集させていただいたので、それを返していきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。近いたのあると、お兄ちゃんも近いたの来ますか、おいで。アルトが来た、あれみんな来た、よいしょ。アルくんです。お兄ちゃんもね、抱っこがいいよね。もう二人とも大きくて二人抱っこできない。アルくん、ここだよ、ここ、こっちこっち、見れないか。アルトです。はい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 。お兄ちゃんも抱っこちゃんがいいよね。あの二人の名前を教えてくださいっていうのがあったんですけど、女の子がモネちゃんで、男の子がアルトくんです。ありがとうってして、ありがとうモネちゃんです。ストーリーで家族旅行に行ったと言ってましたが、どこへ行きましたか。沖縄かな、多分沖縄行ってきました。沖縄は結構恒例になってるので毎年行ってます。一回は絶対。元気の秘訣は何ですか。元気の秘訣は何でしょうか。アルモネさんとワンちゃんたちと一緒に過ごすことかも。最近海外旅行があったらどこに行きたいですか。あったかいとこ行きたいけど、でもやっぱ美術館とかも行きたいので、ヨーロッパに行ってみたいです。いつか。大好きだよ、ありがとうございます。普通に名前と年齢とか言おうかな。大和田奈々、24歳、1999年の9月15日生まれの A 型です。悩むことありますか。悩むこといっぱいあります。私結構ネガティブ思考なので、ママとか妹とかにこうこうこうなんだよねみたいな話をして助けてもらったりしてます。いっぱい悩んでます毎日。どんな自分でいたいですか。どんな自分でいたい。関わっててなんかプラスになるなって思われる人になってたいなって思います。友達とか。好きな顔のタイプ。好きな顔のタイプ、女の子は可愛い感じの人が好きかな。綺麗より。でも綺麗な人も好きだけど難しい。いつも着るお洋服のブランドは何ですか。え、なんだろう。最近セルフォードが好きです。これもセルフォード。なんか綺麗めなお姉さんっぽいやつが好きになりました。髪が伸びてきたので。最近過ぎたことをいつまでも気にする癖がついてしまってすごく辛いです。めっちゃわかる。私もすごい後悔しいなのでずっと引きずっちゃうけど、わかります。でね、導入化粧水、導入美容液、美容液迷ってるのでおすすめあったら教えてください。導入美容液。ポール&ジョーンのオイルが私めっちゃ好き。ポール&ジョーンのオイルがいいらしいです。私あのスキンケアとかコスメは妹か友達で美容すっごい好きな子がいるので、そこの情報を頼りにしてます。今度妹にメイクしてもらう動画を撮りたいなって。私よりメイクが上手でメイクコスメとか好きなので、してもらう動画を撮りたいと思ってます。最近香水何使ってるの。香水あんま使わないんだけど、基本一応いつも持ち歩いてる。これは友達がくれたディオールのこういうやつ、新しいやつ。やばい、充電がなさそう。まずいまずい。あ、戻らなくなっちゃった。いい匂い。なんか痩せた、どうやって痩せたんですかみたいな、ダイエット何したんですかみたいな質問がめちゃくるんですけど、私何もしてないのに突然なんか徐々に痩せてって7キロぐらい落ちたんですけど、多分筋トレしなくなったから筋肉が落ちた、筋肉がなくなって体重が落ちたっていうのはある気がする。
好きなアニメおすすめネットフリーは何ですか。好きなアニメ、好きなアニメはせーのハンターハンター、ハンターハンターが一番見て、ハンターハンターとこハンター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 とコナンくん一番見てる気がする。ハンターハンターが好きです。団長が好き。誰が好き。クラピカ。クラピカ意外。あ、でもクラピカって言ってた気がするわ。私は団長とピトーも好き。なんかさ、配給のさ質問あったんだよ。配給見てますか、見てたら誰推しですかっていうのがあって、私は最近その映画の前にアニメを全部見て漫画も初めて見たんですけど、私はでも前ちょっとチラッと見た時から野安さんがいいかもって思ってたんだけど、多分それは声優さんが好きなのかもっていうことに気づいた。かっちゃんと一緒なんだよね。岡本信彦さんだよね。だから私はあんまキャラとか推しできないんだけど、野安さんがいいって思った。妹はねすっごいオタクなのであの可愛いんだけどね、すごいねオタク心があるので、部屋がね一時期配給部屋になってた時もあって、今はヒロアカが好き一番。うん、ヒロアカ。でも配給だったら妹はツッキーでしょ。ツッキーです。ツッキーツッキー一色になってた前は。すごい見せたいオタクゾーン私よりなんか深みのある人間だから。質問じゃないけど、来月入籍するよ、結婚式来て。おめでとう。結婚式行きたい。みんなの結婚式呼んでほしい。得意料理。かわいい、ひなどっこしてる。縦に並んで。かわいい。平和な休日。パシャパシャ。かわいい。長い。かわいい。動画？後で送って。得意料理。なんだろう。カレーが好きだからキーマカレー作るのは好きです。ミセスいつから好きなんですか。私も大好きなので。そう、この質問見て確かにいつから好きなんだろうって思ってたんだけど、わかんないんだよね、いつから。でもなんかファンクラブとか入ったのはめっちゃ最近な気がする。2年以内の話な気がする。ちゃんと好きになったのは。めっちゃ英語来てる、わかんない。次髪染めるなら何色？夏は暗い髪がいいかな。どうせ焼けるからきっと。好きな色は何ですか？好きな色、好きな色ってさむずくない？これ一生言っちゃうんだけど、好きな色ってどこで活躍する色のことなんだろうっていつも思っちゃうんだよね。シンプルに好きな色は何色ですか？なんかいつもね好きな色、私ピンクが好きって思ってたんだけど。でもピンク活躍する場面がそんなにない。でもコップとかお財布もピンクだから、こういうとこで活躍してくるのかな。お洋服とかはピンク少ないけど、なんか日焼け止めとかも3色ぐらいあったら効果より色で決めちゃう。ピンク、なんかピンクが好きな気がする。肌のザラつきをなくすにはどんな美容医療がおすすめですか。トーニング、トーニングらしいです。でも人に寄り添う。最近買った春服夏服は何ですか。黄色いワンピース、ニットのワンピース買いました。インスタをぜひ見てください。インスタが一番最新のお洋服着てる。おすすめの映画ありますか。なんだろう、私はアメリがすごい好き。アメリとあれラランドそうだ、ラランド は何回も見てます。あとはコナンくんいっぱい見てる。あ、コナンくんの映画で一番好きなのは何ですか。せーのしよう。せーの、銀翼のマジシャン。あ、絶対そうだよね。世紀末の魔術師と私は銀翼のマジシャンが好きです。でも今回のやつもめっちゃ良かった。あ、見てないね、まだ見てないね。柔道してる男子モテると思いますかってどうだろう、モテるんじゃない、してないよりは筋肉ありそうだから。うん、おすすめの柔軟剤があったら教えていただきたいです。私最近あの白の柔軟剤使っててめっちゃいい匂いする。あ、洗濯しないと、やばい。真っ
ックス体重はいつ頃ですか？去年か一昨年の夏とか春ぐらいな気がする。ショートの時だから2年前かも。パンパンでした。ね、最近新しく始めたこととかありますか？最近新しく始めたこと、忘却バッテリー見始めた。ミセスがオープニング歌ってるから。何？何かおすすめの香水ありますか？誰にピースしてんの？やめて。写真撮られてた。怖い。おすすめの香水。サンローランのやつ。ピンクのやつ。ピンクのやつ。サンローランのピンクのやつだそうです。最近のお気に入りのリップ。ジルのやつ。ジルのやつ。ジルのピラ。コスメ本当にね、あんまりこだわりがなくて、今ポーチに入ってたのは。リディオンリップスティックサテンマットの03番。イエウェイって感じ。かわいい。減量どうやってしましたか？何なんだろう。でも食べる量減ってたんだと思う、その痩せた時期。でも最近は7キロ痩せてから3キロぐらい戻った。うん。でも痩せたって聞かれるから大丈夫。姉妹仲良しで可愛いです。どんなトークをすることが多いですか？だって。え、何話してんだろう。あなたが喋ってる。あ、私がずっと喋ってんだ。私が喋って聞いてくれてる。おすすめのアイシャドウ教えて。今日はフィーの、2人ともフィーのアイシャドウパレット使った。可愛い。私イエベで、妹がブルベなんだけど、全然一緒に使えた。ちょっと何番かわかんないんですけどね。ピンクのやつ、パレット。 YouTube でやりたい企画とかありますか？え、逆に撮ってほしい企画を教えてください。なんかあったらコメントしてください。お願いします。じゃんけんするとき最初何出すことが多いですか？アイコになったら同じ手を続けますか？じゃんけんっぽい。アイコでしょ。ダメ、アイコじゃない。チョキ、チョキだった。負けた。ワンちゃんの名前は何ですか？モネちゃんです。モネちゃんとアルトくんです。アルトくん、モネちゃんです。かわいい。兄貴と妹でやってます。甘えん坊兄貴と自立妹でやってます。かわいい。自分が思うナナちゃんとはどんな人か教えてほしいです。おしゃべり屋さん、おしゃべりたいだと、いいと思いました。昨日結婚式を挙げましたって。モネちゃんも拍手。あ、かわいい。おめでとう。かわいい。かわいい。おめでとうございます。すごい素敵。やばい、充電がないだよ。大和田って名字好きですか？好きです。大和田って名字を機に結構。ということで、これぐらいで終わりたいと思います。皆さん質問たくさん送ってくださりありがとうございました。またあの企画なんか考えてください。お願いします。ということで、今日はあのこれからアルモネさんと妹といい休日を過ごしたいと思います。もう12時58分ですけど、ご飯を食べに行った、来た。ごめんね。ご飯って言ったからね。違います、食べたでしょ。ハッとしたね。ありがとうございました。またね。